今日は何気合入ってるのかって、うん、一番思ったよ前のあの今までの動画ちょっと見返っていて今日一番声入ってるかもしれない気合入ってた、まあいいや今日は企画の全く知らないんですけど、あの企画というか、まあそのね、9月15日に前回の動画であのお話ししたように、はい、9月15日にあのカニヌリのゆきちゃんがするわけじゃんか、うん、でそうなった時に、まあ、不安なこととかね、こうあのまあ俺がね一人でおった時に心配なこととか、ちょっと今聞きたいなと思って、そう、どういう感情があるのかっていうのを聞いたことなかったから、うん、動画を通してちょっとその管理入院の何心情じゃないけどさ、うん、そういうのをさちょっと知りたくて、はい、あの本当に知らなかったから撮ってるのね、知らなかったでしょ、うん、ね、それ話してほしいわけ、うん、いいですか、はい、気合入ってるね、入っちゃいかんの、あ、なんて言うの、はい、じゃあ今日も動画を撮っていきましょう。はい、ということでね、はい、じゃあ僕から質問していきたいと思うんですけど、質問というかも質問じゃなくて、入院するにあたって心配のこと一番、入院で心配なこと、うん、それを教えてほしいなと思って、それ知っときたい部分もあるし、心配なこと、心配と不安なこと、うん、まあ9月15日に管理入院するじゃんか、うん、で帝王切開が10月7日でしょ、うんうん、それまでの期間が長いんだよね、で私の中で1週間ぐらい入院かなと思ったら約23日かぐらいだろ、まあ約1ヶ月で単位まで入れたらね、そう、単位まで入れたら約1ヶ月ぐらい病院にいるわけやんか、はい、だけど、それはなんか不安っていうかショック悲しいなみたいな、あ、まあ、そういう感じがあるのね、あ、はい、で、まあそのそれは多分ね、なんかいろんな人も多分あると思うんだけど、で、また面会できるかわかんないから、まあ、今度聞くけど、あ、コロナの影響でね、うん、それは一番大きいかな、なんかでも自分もね、あるよ、ちゃんとその。だって友達にも会いたいし、親にも会いたいし、あーちゃんのね、パパとかママとかにも会いたいし、兄弟にも会いたいし、あーちゃん、もちろんあーちゃんに一番会いたいんだけど。なんで一番最後に来たんですかとっておこかなと思って。一番最後だったね、今。一番最後。まあね、そのコロナがあるっていうことでね、まあ、かわいそうなんだけど、自分のね、お願いとしては、まあ、この1ヶ月間、約1ヶ月間ね、まあ、ベイビーズのために、まあ、頑張ってほしいかな、頼りてほしいかな、まあ、頑張ってくれると思うんだけど、まあ、ちょっと弱音も吐くときもあるかもしれないけど、ね、弱音入ったら、ぜひ YouTube を見て、ね、あっちいますから、映像の前にいますから、見て。元気出してください。それで、あとはね、逆にその心配のことを今話してもらったんだけど、不安要素もあるでしょ、やっぱ心配的に。心配も不安も一緒かもしれないけど、私最近さ、うん、双子妊婦さんとかの管理入院生活みたいなのを YouTube で見るわけよ、はいはい、一人で泣いてるんだけど心配で、それはいやな、入院生活がどんなんか分からんから、うん、見るやんか、うん、見て、あ、私もこんな風に生活するんだなって見るじゃん、でその人も旦那さんと会う時間をかけられたりとかしてるんよね、うん、やっぱ重ねるじゃん自分と、うん、とかあとは赤ちゃんが生まれたシーンとか見るともう人の子なのにボロボロ泣いてるっていう、あ、それだけ優しいってことよ、そういうことか、うん、やっぱね、まあ、いつも言ってるんですけど、お腹にね、命が宿ってね、まあ、今回双子ってね、赤ちゃん、子供が好きなんですよ。だけど、自分の子供ができたら、もっともっと違う感情が芽生えるね。芽生えるね。うん、そうなんですよ。大事なところで噛みましたけどね。うん、まあ、そんな感じですよ。他になんか、あるなんか感情的なものって、感情的なことって、うん、例えば、いや、例えばあのね、管理しないんで僕はね、寂しいですよ、やっぱ家一人で、うん、やっぱ、まあ、私は早く赤ちゃんに会えることかな、あ、それはもう自分もね、一緒です、
かわいいかわいいネーミングがね、いますので、はい、赤ちゃんに会えるのがね、一番楽しみ、楽しみね。あ、でね、うん、逆に僕にとって、僕に対して心配のことってありますか？まずっていうか、うん、今までは一緒に生活してきたじゃん。はいはいはい。ってなったら、あっちゃんまずご飯じゃなかった仕事から帰ってきたら、はい、こう一緒に作る時もあるけど、うん、やっぱ疲れ切ってる時ってさ、うん、もうご飯私がもう作って用意してるじゃん、うん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 、だから一番心配なのはご飯よね。はい、ご飯毎日食べてるかなっていうことが心配、うん、で、あとはその何食べてない日とかないかなとか。あ、でも料理ね、あの普通の人よりできるので僕、まあまあまあ、そこは心配しないでください。あの餓死しそうになったら実家帰るいやさ、休みの日とかお昼抜いてないかなとか、朝あんま食べないんで。僕の親が見てたらね、食べさせてください、僕お願いします、はい、ご飯と、うん、あとは、うん、そうだな、これがないとかって、何こう補充するときとか、あれ、ゆきちゃんこれどこに置いちゃったっけみたいな。それはその都度電話します電話するんかいそれはその都度電話します。今日はあのこの家をあの守りますので僕はお願いします、警備にしておきますね、はい、そこは心配しないでください。その都度電話で、はい、大丈夫です。そういうことがね心配なのかな、うんうん、まあ、あのその心配をゆきちゃんがしないように、あのゆきちゃんが入院中に前回話したんですけど、うん、インスタグラム、YouTube でね、あの動画撮って編集して載せますので、楽しく見てください。些細な動画もね送ってね、はい、待ってるよ。あ、プライベートもね、わ、うん、かりました。はい、まあ、じゃあそういう感じでね、はい、今日はあのいろいろ聞けたのかわからないですけど、あのまあ一番僕に対しての不安が一番あったのかなと思いますけど。じゃあ逆にね、あっちゃんの不安とかって何？不安？ゆきちゃんが毎日泣いてないか、目が腫れてないか。泣くな。私前日もう泣くもん、絶対泣くそう。もう続いていくのが大変けど、まああのね。俺僕としては、まあ、その管理入院っていうのは、うん、その赤ちゃんをね産むためにあの、まあ、準備する期間を病院がねその準備してくれてるので、そのしっかりそれにすがってね元気な赤ちゃんをね、はい、産んでくださいという、はい、あの そうね、それがもう一番の願いかな、うん、だからあの応援もするし、何かあったらやってあげるけど、その自分がね、できるところはね、しっかりね、自分で子供のために頑張りましょう。頑張ります。はい、ということで今日はね、はい、はい、今日はゆきちゃんにね、いろいろ聞きましたので、うん、ここで締めたいと思います。はい、どうでした今日は。なんかこういう動画で撮ったら実感してくるの、うん、ちょっとあのね、途中涙目になったのでね、これ以上ました涙腺が崩壊したので、今日は動画をここまでしていきますので、お願いします。はい、頑張りましょう。はい、チャンネル登録、高評価、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でまた会いましょうバイバイ。なんか違ったぞ、いつもと